速バスに乗車しました。母おにぎり食べておりますそしてベイビーちゃんこんな感じですよ。はい、じゃあこれから群馬に帰ります。大歓迎じゃないか、よかったね。よかったね。みんなで抱っこしてもらえて、すげえな、赤ちゃんってだけでさセンター張れるんだもんね。よかったね、てっちゃん、てっちゃんよかったね。すごい、にゃー、チャロちゃん、ここで寝っ転ぶ、ダメだよ、ダメダメ、よかった、えぇー、うん、匂い嗅いでんちゃろが、いい匂いがするからかな、多分ね、ない顔したりね、おっかない顔するよ、そう、しげな顔するんだよ、おっかない足げな顔もする、よかったね、てっちゃん、みんなにかわいいかわいいしてもらえて、いろんなとこ触られてるから溜まれちゃうよ、あっちもこっちも、てっちゃんよかったね、ねえ、てっちゃんよかったね、わあ、嬉しいね、嬉しい嬉しい、持った、お、持ったんだ、で持った、軽くこれ上押さえてな、動かないよ、ね。他に帰ってきました。すごいです。手作りベビーベッドですよ。すげえ。上等ですね。まさかこの新生児、乳児など。微塵のかけらもないこの家にこんなベビーベッドができるなんて思ってもいませんでした。一体これは何でしょう。じゃ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 ん、衣装ケースでございます衣装ケースだってよ、これ手作りベビーベッド、すごい。そしてうちのいとこちゃんがおむつを買っといてくれました。むーにー、すごいね。あの日本のおむつ使ってみたかったので、私はあのアメリカだったのでパンパースとハギーズしか使ったことなかったんですけどね。嬉しいです、この手作りベビーベッド、もともとは衣装箱、衣装箱、そしてムーニーですよ、うちのいとこちゃんが買ってくれました。ムーニーっていうのがあるのね。それからね、これはねメリーズ、メリーズはね、JAL のね飛行機の中でいただきました。ただこれね失敗だったんです。メリーズパンツだったのでもうちょっと大きい子用でしたね。ね一応ね M サイズで、ハイハイ時期からってハイハイしてねーぜーって感じだったんですけど、いただいてしまいました。パンツタイプだったので履かせるの大変でした。脱がせる時はねビリッと破いて、じゃあ次はムーニーを使ってみたいと思います。あと日本のパンパースも、アメリカのパンパース使ったんですけど、ちょっと香料がね少し強いかなと、ちょっと楽しみですね。ちょっとベイビーちゃんが後ろでうなってますね、うなってます、うなってます、はい。じゃあ無事に日本に到着しました、楽しみです、はい。皆様これを見てください、実家の母の手作りのバシネットでございますこれ衣装ケースだそうです。すごいね。皆様日本に帰ってまいりました。なんとねこれ母が作ってくれたバシネットどうしてもね毛布かけたいっていう母がいるんですけど、毛布はアメリカではダメなんですよ。毛布ブランケットは窒息につながるのでねいけないって言われてるんですけど、どうしてもかけたいからね、上からじゃなくてこう、バシネットという名のカゴの上からだったらあの窒息しないんじゃないかとネゴシエートしまして、もうそんなに言うならと、あの、あ、日本の場合
場合って日本の家屋ってすごい寒いじゃないですか。だからどうしてもね、毛布とかかけたがるんですね、ブランケットとか。でもアメリカってこう毛布とかブランケットで体温調節するんじゃなくて、部屋の空調で体温調節するんで、だから要は暖房つければいいだけの話なんですけど、暖房つけても寒い、暖房つけても寒いんだそうです。なんでね、なんかね、もう どうしてもね、日米の差もこれもあるなっていう面白い感じなんですけど、そして皆様どうです、私の新しいパジャマでございます。母が買ってくれました。もうね、いい加減ね、私の授乳のユニフォームだったあれは捨てろと言われました。これ新しいね、ピンクパンダ、ピンクパンダだったんですけど、これもうホワイトポーキュパインになりましたのでね。じゃあ暖を取って親子3人で川の字になって寝たいと思います。これね、アメリカでは禁止なんですけどね、くしゃみしてますね。はい、じゃあ長旅だったので、ほぼ14時間ニューヨークから日本羽田までのね、14時間フライトほぼ寝てません。私はいつもは寝倒してくるんですけれども、で食事とスナック以外はずっと寝てるんですけれどもね、今回はね、赤ちゃんと一緒だったのでね、ほとんど寝てないです。でもいい子でしたよ、この子ね、本当に CA さんのね中でも大人気でね、もうモテモテくんでしたね。では日本に帰ってきました。これからお正月を迎えたいと思います。では皆様も良いお年を。笑ってますね。手でここに弾いたりさ、足で弾くからさ、上に来るってことはないよ。なんか一生懸命言ってますね。はい、どうですか、素敵なバシネットじゃないですか、なかなか。はい、おやすみください。バイバイ、ウテちゃん。バイバイ。